4月9日の運の塾通信をお送りします。 Apple がジェネレティブ AI を急がないのは正しい。 Vision Pro がこの技術をフル活用する日が来るかもしれない。4月9日ですね。今日は第1回目です。ティム・クックが Apple の指揮官として常に魅力的な人生を送ってきたと思っているならそれは間違いだ。2011年にスティーブ・ジョブズが亡くなってからの数年間は試練の連続だった。まず独占禁止法があった。アメリカの司法省 DOJ は電子書籍の価格を固定するために共謀したとしてアップルを訴えた。そして競争である。韓国のライバルであるサムスンはより大きく洗練されたモデルで iPhone に対抗した。そしてより広範囲な懸念が生じた。アップルの新しい音声アシスタント Siri は新人のミスを犯した。アップルマップも同様でワシントン記念塔の位置をポトマック側に変更してしまった。当時アップル社を覆っていたのは創業者の死を乗り越えてアップルの創業的な火花を散らせることができるかという存亡に関わる問題だった。クックの側近の一人はこの批判に腹を立て2013年に公の場でこう言い返した。もうイノベーションはできない。アークソ。それから10年が経ち、クックは既視感を覚えているかもしれない。デジャブーですね、既視感。独占禁止法、アジアの競争、イノベーションと成長の存亡という3つの点で、当時と現在には類似点がある。EU の競争監視団は、3月7日からユーザーと会社をアップルの囲い込み、縛りつけている壁に囲まれた庭を初めて破る規則の遵守を求めている。3月4日には音楽ストリーミングの競争を阻害したとして同社に18億ユーロ20億ドルの罰金を課した。アメリカでは司法省が近くアップルに対して訴訟を起こすかもしれない。中国では国内の巨大企業であるファーウェイが市場シェアを奪いつつある。 iPhone の売れ行きが横ばいになる中、クックが人工知能 GenAI でもう一羽のウサギを引き抜くチャンスを逃しているのではないかという懸念が全てを覆っている。まあティム・クックがスティーブ・ジョブズの後を継いで、まあ、彼が CEO になったんですけれども、その経緯はですね、簡単ではない過去の歴史があるということをここではいろいろ述べています。で、まあ、その10年、十数年経ったんですけれども、その依然として独占禁止法、アジアの競争、イノベーションの成長の存亡という点については現在も同じ課題を持っているということをここでは言ってますね。でクックがジェネラティブ AI をもううまく使いこなすことによって一気改正を狙えるかどうかというふうなことが、まあ、言えるかもしれないということですね。